はじめまして、アスカミナトと申します。男の子ってどういうタイプの女の子を好きになるものでしょうか。そりゃもうアスカさんみたいな子がモテるんじゃない。うむ、お姉様はモテそうなのだ。女子力高いものね。この中だと一番男性受けが良さそう。そうですね、私もそう思います。アスカさんって前の学校は驚愕だったんでしょ。絶対モテモテだったでしょ。それはお姉様の恋バナ興味津々なのだ。何回か告白されたことは。おお、ラブレターとか屋上に呼び出されてとか。どんな人たちから告白されたのだ。それはその男子から。いや、それは分かってるけど。男子から。しかもあの様子だとマジっぽいですね。さすがは港ね。ねえ、それでそれで付き合ったの。付き合うわけないじゃないですか。どうしてなのだ。そういう趣味はないんです。